さあ始まりました、完全初見 RTA インサイドの時間です。といきなり帽子が外れてしまう。前回は確かブラック企業のねシャッチョさんとしてね頑張りましたが、今回はね一人のようなんでね、頑張って押していきたい。ショット、おっと箱が崩れるか。どういうことだこれは。何者かに狙われていた。おおなるほど、向こうから空爆のようなものでね、あの押されているらしいですね。この箱のようにコッパみじんになってしまうということでしょう。オッケー、じゃあ一回ここ RTA といえども待つことが大事。さあ一回ポッカンと何かが弾け飛んだら走ります。さあ間に合うか、間に合う、あそこに、よし、オッケー、素晴らしい。そしてここも一回待ちましょう。 RTA といえどもこれが最速なんですよ皆さん、これが最速ですね。ここで一回待って何かわかんないけどこのレバーは押すべき。おお素晴らしい、そういうことか。まあ、よくあるパターンですね。これ分かりましたよ。僕天才なんで、向こうのやつを、このタイミングで開く。すげえぞ、これは。面白すぎる。こういう頭を使うギミック。俺でも解けるレベルはとても好きですね。危ない。何か破片が飛んできた。さあ、次だ、次だ、次だ。なんだ、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 これは。これは、とりあえずレバーを押しましょう。はいっと。そしたらどうなった？ん？どうなった？何か変わったか？あ、動いた。動いた、動いた、動いた、動いた。これ動いたままでいいのか？これはこうしたら、あ、止まる！そういうことか！そういうことか！じゃ、止まらしとけ。多分、ここら辺で止めることによって、あれですね。向こうの上に着いた時に、あれですね、あそこが影になって、さらに奥に進めるみたいな感じなんでしょう。100% そうだ！さあ、行け！トリッピー選手、起き上がれ起き上がれ起き上がれ、おい、うわーおなるほど、あそこら辺で止めればよかったのか。あそこら辺で止めるという、あー来ますね来ますね、 OK です OK です。はい止まってください、いいですね、さすが、分かりやすい天才の発想。さあここで確実に守ってもらう、いいですよ。じゃあここは一気にいけるっていうことかな。ちょっと待って怖いね。 OK で、あここで守れるのか。待って、一回ここで止まろう。さあ、ボッカンチョ、さあ行くぜ、行け、間に合うか、これ間に合うか、待ってくれ、待って待って、わかった、これちょっと難しいパターンだ。トリッピーちゃん天才、天才トリッピーちゃんはここら辺で止めてこう。すると、はい、あ、行けるか、行けるか、トリッピー選手、行けるか、弾き出されない、素晴らしい、強い、強すぎる、こういうことか。それでいて、次この回ってくるタイミングを見計らって、降りればいいと。そういうことですね。OK、来た。俺を守ってくれ、俺を守ってくれ。さあ、待って、これ大丈夫か、大丈夫、大丈夫、OK、OK、OK、来い。うわさあ、今度こそ、守ってくれ、俺を。あの空撃から守れ、オッケー、ナイス。おお、なんか飛んできてるが、おお、やっぱりなかなか本当に面白いギミックですが、この天才的頭脳のトリッピーさんの前では無力に等しい。あっという間に攻略していきます。さあこれは引いて戻って、あ、なるほど、それでここで乗ればいいのか、天才、一発でクリアします。さあなかなか完全 RTA いい記録が期待できそうです。果たして RTA だったという、RTA という設定をやらなかった方が良かったと、パート2ぐらいから後悔してますが、続けていきましょう。さあ、お、椅子が、あ、そして周りには何か敵みたいなやつがいますね。ずっと、あれは、ああ、椅子が崩れちゃう人もいる。まるで社会のように、一人一人と、また一人とダウンしている。おっと、これはボタンか？押せるか？待って待って、これ邪魔だから、これのせいで押せないパターンがありますね。押してみる。押して？見る、押せない、押せないなら進めるか。さあ押してみなくて無理だったら進めると、進めました。2番のマークの赤色の扉でしたね。オッケーオッケー、じゃあこのままどんどん、おおおおおお、天井が崩れるパターン、これは、あ、ここで行き止まりだ。じゃあそこに移れば、ああ、なるほどね、了解です。オッケー、え、あれ、いやー、ということで、ああ、なるほどね、あー、あれに乗ればいいパターンね。わかったわ、私。いける、いけ、おー、素晴らしい、すげえ、すげえ、すげえ。はい、はい、はい、行くよ。はい、滑るー。あ、待って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 、これやばいかも。うわー、なるほど。これ滑るパターンも大事なんだ。
滑るタイミングも大事なんだ。タイミングゲー。はい、オッケー。クリアからの、ここで、一回、受ける。受けて、待つ。待つの大事。待って。衝撃がここら辺で来る。よし、オッケー。耐えて耐えて。ほら、見ろ。この、滑りの素晴らしさ。スノボウェアはね、5万円で買ったけど、2回しか行かませんでした、トリッピー選手。スノボウェア5万円で買った男です。昔、大学生の頃にパリピに憧れて。さあ、ここら辺からもう空爆が来ないか？オッケー、来ないよ、来ないよ、来なさそうです。どんどん走っていきましょう。体力は無尽蔵。トリッピー先生、怪物の胃袋と言われてます。胃袋、胃袋じゃただのデブじゃねえか。なんて言うんだ？なんか、その体力があると言われてます。さあ、開けて。なんだ、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 なんだ。降りる。降りていく形。さあ、ゆっくりとゆっくりと。次のステージ、最終ステージへと向かっております、トリッピー選手。ここら辺から物語も終盤であることは間違い、やーっとここで事故か？トラブルか？かけりゃいいさんを呼びましょう。すいません。すいません。速攻不可能です。危ないです。ちょっと待って、助けてください。シュ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 って言ってる。シュシュシュ、あー、火花が、火花が。あー、水があってよかった。やばくないこれ、俺。やべえパターン入るんじゃないか、これ。さあ、ここから脱出ゲームの始まりです。果たして、これはマジックショーで見た。水の中に閉じ込められたら、息が続く前に出ないといけない。そういうマジック見ました。開けれたー。素晴らしい。さあ、これ、俺死ぬんじゃない？大丈夫？間に合う？あれか？あれか？間に合った？あ、間に合うんだ。おー、間に合った。やった。素晴らしいです。素晴らしい。この肺活量。さすが体力が無尽蔵と言われただけ。あれ、トリッピー選手、乗る。これは、あれかな？ここで、さあ、行ってみよう！宇宙の方へ！さあ、ここで取って、このまま、あそこのレバーがあるね。このレバーを、押すとどうなる？ほよっと開く。あ、そういうこと？了解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 。あー、これ、リトルナイトミアでもありましたね。この感じ。ここから行く！さあ、間に合うか、これ。マジか、痛い！普通に、それはやばい！さあ、ドリッピー選手、普通に死んでしまった。これはま、しかも、ここから、明日への扉が開きました。待て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 、違う違う違う、ここから一気に間に合え間に合え、よっしゃ、おー、いったー、オッケーです。素晴らしい。なんとかなんとかギリギリ次への希望をつなげました。トリッピー常に前を向いてるからこそ、何かにくじいた時、つまずいた時、くじけた時、くじけた時だね、くじいた時って、トリッピーのその活躍を見て元気づけてもらいたい、そんな思いで今日もインサイドをプレイしておりやす。さあ、光の方へ。ただただ光る方へ。オッケー。さらに上かな、これは。ガッチャンコ。こっちか。右だ。あー、なるほど。そういうことか。これを引く。右側に、なんか左側にも行けるとこあんな。こっち。これは？お、はっ！びっくりー。あー、大丈夫、お前。急にパリンコスとかなって。扉が割れてきたりしない？そういうわけじゃない。こっちは左側を開けたら、ああ、そういう、そっか、ここか、そりゃそうだわ。俺は何をしてたんだ。で、持ってこれをじゃあ上げたら、なるほど、了解。ここ上げて、こっち上げて、上に空飛んでボタンを押す。うわー、面白い。はい、なんかすげえアハ体験ができるゲームだね。いや、違う違う違う、これはスポーツ。完全初見インサイド RT をしているんだ。こんなところで悩んでる場合じゃない。たとえ倍速がかかっていたとしてもね、編集の時のタイミングで、あれ、ここら辺下ってるから倍速しようって言ったとしても、俺は今スポーツをやってるという気持ちだけは忘れずにトークはしよう。さあ、そういうところが、この完全初見 RTA インサイトのゆえんです。もう自分の中でもタイトル詐欺になってるんじゃないかなとか、思ったりしてないからね、俺。さあ、降りる！おぉ、やばい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 、これはやばい、外国人選手！完全にスイマーな、完全にスイマーなやつ。これは振り向いたらどうなるか。ここ！ベッドー！普通に怖いんだけど、全然ダメだった。そういうこと？どういうこと？あいつは俺が目を合わせても、全然普通なの？
そういうパターンなの？進むよ。行くしかないのか。じゃあ最速で逃げ切ろう。最速で逃げ切れ。来たあの長いか、あ、ここだ。よし。オッケー。おっと、下に沈んでいくモーションすげえかっこいい。わかった。これ揺らして右の方に落ちてってやつだ。これ、リトルナイトメアのダウンロードコンテンツでもやりましたね。あれはおっさん人魚だったけど。これが原点だったのか。あ、よっと。怖い。怖いとか言ってない。別に全然怖いとか思ってない。あー、これ上いけるよ。これ上いけるパターンだよ。もうここ一回もあいつにもう捕まらずに行くのが、もうゲーム実況者としてのゲームの腕の見せ所でしょう。これは一気にか、一気にパターンか、悩んでる。時間はない。飛べ、トリッピー。さあ、下に行ける。怖いんご、怖くない。やばい。寸での差で外国人選手に差をつけました。これはあれですね、コーナーで差をつけると言わんばかりに、水の上陸で差をつけろ。そういうことの練習の成果でしょう。何度も練習した。さあ、素晴らしい。さあ、そしてここは上か、あ、ボタンがあるぞ。ボタンがあるっぽい、ね、気配がしてるんぞ。これ押したらどうなるんご、これ押したら押せる。あーっと、待って、間違えた。さあ、こういうミスは絶対に RTA 中はしちゃいけません。 RTA 中はこれ再走です。あ、押した。あ、そっち、え、そっち、嘘、待って、バカ、おーっと、ちょっと待ってよ、危ない、やばい、ごめんなさい。さあ、これで、おいで、トリッピー選手、美味しいよ、おいで、こっちおいで、来る、あ、来た、いい子、これで距離稼いだ、これで距離を稼ぎました、なるほど。さあ、自分を餌に、相手を翻弄する男。さあ、いけるか。あー、これは、なんだ、このボタンを押して、やばい、あ、そういうこと、オッケー、いけるか。うおー、寸での差で、トリッピー選手、完全に、水泳に特化した外国人選手に打ち勝ちました。これは世界記録が期待できる。まあ、競技人口、一人なんで、世界記録は確実なんですが、よっと、ここで、この柱を、しっかりと、取った、素晴らしい。さあ、そしてブランコの要領でかなり端っこの方を持っているから、なかなかにきついが、ジャンプ、やばい、崩れない、オッケー、崩れませんでした。さあ、どんどん奥に行っていきましょう。ここら辺は何もギミックがありそうでない感じですかね。あそこは押すのか引くのか、どっちだ。さあ、押した、押せた。おお、危ない、やばい、怖い。水の中は本当に中に怖いですからね。これね、本来でしたら水の中では裸になるのが筋なんですが、何故ね、この完全初見 RTA インサイドはね、やっぱ全国に中継されている、とても素晴らしい競技なので、裸になることはね、やっぱりね、良い子も見てるのでね、避けるんですよね。おっと、これ押すのか、押して、もっと、待って、ごめんなさい、僕悪いこと何もしてない、あっぶねえ。これどうする、向こうにいるってことは、これこっち側におびき出そうぜ、あいつを。俺が餌になるんだよ、俺が餌に。来た、いい子、オッケー、これでいける。いや、さっきこれでいけなかったのか。いや、いける、俺ならいける。君たち見ててください、これがトリッピー選手の真の姿。昔オリンピックは全裸で行われていて18禁だったんですよ。そのこと知っており、待って、これ開けたままじゃダメじゃない、開けたままでもいい、いい、ダメ、開けたままダメ、これ何もここにないわ、そういうこと。さあ、一回ここの扉を開けておく、なるほど、準備シュートリッピーを見せつけていった後に、何度往復してもめげない。だって僕はトリッピーだから、こんなの練習したことに比べたら、全然、へじゃない、苦じゃないさ。さあ、相手を、おー、素晴らしい。しっかりと封鎖しました。そしてさらに奥に進めばいいのでしょうか。水が滴る、いいステージ。奥、潜りの、
潜りの、もう潜水艦はないですからね、このステージは。自分の手で泳ぎ続けないといけない、登り続けないといけない。さあ光が差してきました、僕には果たして。おお、危ない。ああ、ちょっと待て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 、これダメだったってこと、登ったら普通に素でびっくりしてしまう。ドリッピー、普通の悲鳴が聞こえてきました、怖い。死亡の演出が長いです。これは RTA ではイライラ要素の一つではないでしょうか。おっと、これはなんだなんだ、ちょっとやらしい。ああ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 、二人の影が、ああやばい、なんだ、何をしている、待ってくれ、長、これ確定演出か、もしかして。おっと、トリッピー選手まさかのここで動かなくなった、動かなくなって、この外国人選手に何か思いを託しているか。どういう展開だこれは。僕はもう足が動かないよ、もうダメだ、死んだ、あとはこの俺の夢は君に託す。そしてセカンドシーズン、外国人選手、あの髪の毛長い髪の毛を風に当たりながら走ると、え、待って、いなくなった相手。え、何これ、一時のドクターストップですね、これ。ドクターストップ入りました、トリッピー選手。やばいやばいやばい、魚が寄ってきてる。これはもしかして、普通のゲームだったらここでドクターストップが入りバッドエンディングになる予感がしますが、見届けましょう、トリッピーさんが残した最後。これ多分このまま死ぬ流れじゃないですね。さあ、さらに海底深くへ降り立ち、なんとここでスポットライトです。俺に、トリッピーに、ここでスポットライトが当たり、右に何かいる。まさか、まだ、え、ここに来て息が、おい動ける。待って、どういうことだ、どういうことだ。トリッピー選手スポットライトに当たって息を吹き返した、そんなバカな。とりあえず上に登ればいいのか、これは。さあ上に行きましょう、また戻るんだ、上っつか、ここだ。すごい、え、待って、息がずっとできるし、なんか海底都市みたいなところに来ました。魚がついてくる、これはまさかスイミーだ、俺が目になるやつだ、でっかい魚を俺が目になって追い返すパターンのやつや。そんなわけありません、どういうことだこれは。つまりトリッピー一回死ぬのか、ここで。死んだけどドクターストップがかかったにもかかわらず、自分のあの時のあの日に思い出した情熱だけで今泳いでいる、意識が朦朧としている中、あの日の情熱だけでみんなの期待に応えないと上に上がれない、みんなの期待に応えようとそのひとかきを意識がない中泳ぎ続けている、涙なしでは語れない名シーンでございます。それに応えるように魚がついてくる、さあ素晴らしい。設定ガン虫のトークごめんなさい、それでも普通に僕インサイドの世界観楽しんでるので許してください。あーっと、光の方へ、ただただ光の差す方へ、違うのか、いけない、いけない、怒りの刺す方はいけないような仕様になっておりました。下か、ただただ闇の深いところまで俺は落ちていくんだよ、この魚たちと、と言わんばかりに、もうここまで来たらトリッピー選手についていってもらいましょう。さあどこまで潜る、あ、何かありますね、これは。お、開いて閉じての繰り返し、いけるか。わすごい、何か追い風、人生の追い風。でもいける、なんだこれ、掴みました、なるほど、扇風機か。うわー、なんかやばいのが飛んできてるけど大丈夫、オッケー、今いけさんからの掴みました、噛みませんでした。さあ回れ、おお、開いた、びっくり。え、なんか肉みたいなのが出てきてない、危険だぞこれは、さらに奥かなこれは。さあ行くぜ、俺は絶対にここを越える。さあ越えた、ここから、おっと、なんだ、何もない、いけるのか。待って、うわー、トリッピー選手まさかの影分身をしたし、しかもここからだし、
これ上か？上な気がするぞ。隠し通路的なものがありそうな気がしたらありましたと。あ、これワクワクする。そして俺は一生トリッピー選手息が続いておりました。おお、出た出た。あ、なに？なんかいる、なんかいますよこれ。あ、ネズミか。隠れミッキー的なやつか。後ろに死体っぽいのあるけど、なんなんでしょうここは。足元が取られます。ちょっとしたフランシューの匂いが画面から漂ってくる。おお、足を取られた。さあ、さらにこの奥は、あ、自ら出れるか。出れました。さあ、この足で、ちょっと待って、これ危険な香りがするんご。これ危険な香りがするんご。これ回すんごか。回したらどうなるんご。これ痛いんご。さあ、吊るされたんご。さあ、トリッピー選手上に、高みへ。なるほど、つまりあのねるねるねるねをかき混ぜろと、そういうことを言われたんでしょう、トリッピー選手。待って待って待って、この後かな。さあ、しっかりと確実に相手の出方を伺いつつ、しっかりとねるねるねるねを回します。さあ、早い早い、練習の成果が出ている。トリッピーさん、しっかりと慌てずに戻って、はい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 。さあ、回すか。どんどん回そう。どん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 、ねるねるねるね、ねる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 。危ない、素晴らしい。おわー、ブーナースビー。オッケー。さあ、ねるねるねって、ねるねるねってね、待って待って、これねるねるねる前に、ねる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 前に、ねるねるねって。オッケー。これで、さらにかな？一番端っこまで行けばいいのかな？これで、あ、これはいける？まだか？これは。多分階段登って、左側飛んで、上って感じだよね、多分。さあ、行きましょう。分かればこっちのものです。さあ、ここまで下げて、OK！ OK、いけるいけるいける。で、一回待つか。一回ここで待ちましょう。いやー、相手のこのスポットライトに当たらないのもね、やっぱり主人公がゆえ、トリッピーさんが主人公であるがゆえ、目立ちすぎてしまうからね。あまりにスポットライトに当たってしまうのはね、良くないと考えた結果の影になるという、中二病を発揮しました。これは落ちていいのか？あそこの真ん中にダイブ！おっしゃ、オッケー、ホールインワン！ホールインワンです、トリッピーさん。さ、じゃあさらにこの奥。下も行けたのかな？どっちが良かったんだろう。とりあえず、右の方向を進んでいけるんで、進んでいきましょう。ここはなんだ？おぉ。これは引けるやつか？はい。あ、待って。なんかすげえ、上にさ、それっぽい人型の、あれはあ、落ちちゃった。何？あれは、あれだね、リタイアした人たちが吊るされてますね。ここはそういう世界です。ここはそういう世界ですと。はいはい。これも、下か。さっきの上の右端見たかったけどな。何があったんだろう。この奥には、あいよっと、うわ、行き止まり？これ何？下ろした。うん？上げたら？と、押せないね。あー。なんだろう。これをさらに、じゃあ、でも元がこれだったよな。俺が自分で上に行けるとか。この、シャコーン！カッチャンコ！わからん！なんか他にもあるかもしれないから探そう。よっと、あ、水だ！水で何か扉がありやすぜ。ここにお宝が眠っている可能性が、ワンピースの可能性も、ちょっと息継ぎしようと思ったけど、もしかしてあれか、俺これはミスりましたね。何か怪物にトリッピーさん一度命をなくして死を見たんで、息継ぎはしなくていい人間になっていたか、確か。わかんない、まだ確実にとは言い切れないから、なんかそんな気がするな。さあ、さっきのとこに戻ってきましたね。なんでなんで登れないんだよ、あのボタンが押したいよ。マジか。やっぱ下のやつがなんかあったのかな。ないな。あ、待って。そういうこと？こういうことか。お！あ、すげえ！思った以上に飛びました。そういうことか。これが使えるようになるのか。予想外。まさかこいつが Y 軸以外も動けるなんてな。さあ、これで、あ、つまりこれで、これで上上がれるか？
持っていけるか、これどうなる。さあ、おー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 おお、やばいです、トリッピー選手。なんか SF 映画の主人公みたいな乗り物を手に入れました。これここが斜めになってるから。了解、そういうことですね兄貴。かっけえこれ、この乗り物に乗って颯爽と行く姿はまさに世界チャンピオン。さあ行った。おー、待ってお前俺だけ行っても仕方ねえんだよ、お前ついてこいよ。なるほどな、これあれか、降りたらいいのか。降りて俺だけ自分で行って、こいつは行ったら重さがない分高くなると。はいはい、把握。オッケーオッケー。つうことはこれで、世界チャンピオンは、あー、確かここら辺だね。穴を開けて、こいつだけを、これいっぺんに行けないかな。あいよっと。あ、でも違う。いっぺんに行ったら、重さで上がれないから。しかも結局締めないといけないわ。何やってんだ俺。バカ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 ットちゃん。しかしもう気づきました、これを上にシュコーンと閉じる。よーし、オッケー、これで上に上がって、あの赤いボタンに届くと。そういうわけっすな。おー、いいね。でこれで俺がこの上に上がれんのか。あ、これは持ってけないっぽい。じゃあ上がって、違う、そういうことか。どうすればいい？あ、わかった。ボタンを押して右に飛ぶんだ。これで、さあ、見ててください、皆さん。これがトリッピー選手の出した答え！よし、オッケー！さようなら、どんどん先に進んでおります。さあ、行った。これはまさか、やり込み要素です。まさかのトリッピーさん寄り道をしてしまった。ここはなかったっぽい。なるほど、この謎解きもワンパターンなんじゃないですか。俺がそれを失敗するとでも。さあ、おお、え、水上に水、なんだこの世界は。まさかの、あ、なんかある、なんかまさかの上に水がありました。さあ行ってく。おー、なんか電池っぽい、大事っぽいぞそれ。それ待ってー待ってー待ってー、それ欲しいな私。あ、下に降り、落ちたかこれ。これつかどうなるんだ、これこれどうなるんだ。行っていいのか、行くのか。あ、ああ、あ、しかもなんか普通に背景になってる。こっちの方に行ったら、あー、もう一個同じような感じのがありますね。さあ、リタイアした選手を横目に、違う、上目に。トリッピー選手はまだまだ歩みを止めません。もう完全に息継ぎはできるようになってるね。さあ、登っていく。オッケー。そして、上ですね。さあ、ニュートリッピー、新しくなって、さらにどんどん進んでいきやす。今度は一体何が待ち受けているのか。階段で、上かな上かな、はよっと上がってく。さあ、さらに、あ、何の電気ついた。おお、なんかそれっぽいのがあるし、それっぽ、危ない、それっぽいのあるし、奥になんかいるし、なんか、あ、なんだ、あ、登れない。これは果たして一体何なのか。とりあえず走ってみたはいいものの、何かあるか。上には行けなかった。これは、あ、持てる持てるっつか動かせる。さあ、これを、じゃあこれで謎解きが入るパターンのやつですかね。さあ、じゃあしっかりと押すんじゃなくて引く。ち、え、なに、待って待って、俺だ、まずい、これ、僕何もしてないよ。隠れます、隠れ隠れるのが遅すぎました、トリッピー。さあ、じゃあ次どこからか、あとここからか。そして、あい、扉が開いてく。あ、待って、今気づいたけど、檻の中にいる人たち、これ昔僕の会社で働いていた社員たちですね。あっと、まさかこれは、あ、なるほど、転職か。
会社を変えるということですか。やはり僕の動画を見ている会社の経営者の人は気をつけてください。あのように労働力を、社員たちを過酷な扱いをしていたら、こんな感じで転職をされてしまうという、いわば一つのメッセージ性のこもった動画になってるんではないでしょうか。さあ、これをトリッピーは運んでいきます。社員がいなくなったんで、自分一人で働くしかございません。なるほど、これ水位が、あー、扉、右の扉がこれで開いたり閉まったり、あー、俺が持ってきた荷物も上がったり下がったり、俺が泳げるようになったり、すげーな、これニュートンがやみそうだな。これで、じゃあこれ持っていけばいいのか。まさかの空気よりも上に水があるっていう感じで、すごい戸惑いそうになるけど、簡単に言ったら、これあれだな。水じゃなくて油だと思えばいいんだな、この中が。あら、油違うか。下が水、あーでもそっか。下はでも重力があるのか。まあ簡単に言ったらあれだな。空気より軽い水だと思えばいいんだな。それ、あー開いた、開いて、行く、下ろしてく。あ、下ろしてもでもいけないじゃん。あれ？そっか。どうすればいいんだ、これ。あ、ここじゃないわ。絶妙なバランス？ここに、落として、それで行って、絶妙なバランスまで、あ、扉開いた。扉開いたところにして、あ、そういうこと？これで、水にジャンプ !OK! 上は泳げますよと。うわーお、素晴らしい、これは。すんげー面白いな。パッと見じゃねえ、わかんないけど、あれを高さに使うと。はい、OK です。そして、あ、よかった。なんか水の中っぽかって、変な、耳の中が変な感じになる音だったんだよな。さあ、トリッピー選手。さらにさらに、泳いでいく。これは下なのか？下っぽいぞ。俺はもう完全、ああ、怖い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 。あ、待って、誰かいる。おっとおっと、これ大丈夫か？トリッピーさん、まさか、上から泳いでるとは思わないでしょう。あれは、あれですね。RTA 協会の、RTA 協会のなんかの人ですね。すごい語彙力だ。まあ、監視員でしょうね、きっと。そして、あ、なんか、このまま降りる？オッケー、降りれた。素晴らしい。ここを上げればいいのか。よっと、おお、なんだ、どうなる、水位が上がってんのか。わっ、あっ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 、降りてきた。やばい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 、これまずい、これまずい、敵だ敵だ敵だ、敵か、怖い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 、来るんじゃない来るんじゃない来るんじゃない、逃げろ逃げろ逃げろ、やばい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 、マジでやばい、怖いよ、助けてください。これ味方、味方なの、違うよね、壊れそう、いや違うか、なんか見たことあるな、こいつら。あれ、こいつら、あれか、俺が社員として雇っていたやつ？待って、これいけるの？あ、いけない、やばい、怖い、助けて、ごめんなさい、あ、あ、なるほど。お前ら、戻ってきてくれたのか。ごめんな、顔忘れていて。あー、なるほどな、これ届くな。そういうことか。ここでボタンを、よっと。あー、ダメだ、頑張って、もうちょっと。はい、社長万歳って。社長万歳、戻ってきてくれて。ありがとう、全然届かん。なんで？ここは届かんのか。あれ、これもいけんってことでしょ？あれ？待ってくれ。どういうことだ？考えろ。あ、そっか。ここか。ここが一番いけるんだ。なるほど。そして、ここから、あのボタンを、重力に抗わずに、落ちながら押せば、水位が上がるか下がるかすんのかな。あ、ボタンが、ドアが開くのかな。さあ、行くぜ。お前ら、よし、オッケー、あー、いた、ありがとうよ。お前らのおかげで、俺はこのステージをクリアすることができたし、さらに待って、敵かと思ったら、あ、こいつらも味方。なんか帽子かぶってるおしゃれなやついない？工事現場のおっちゃんの帽子かぶってる。動物の森だったらリセットさんしかかぶってないやつ。いいですよ。いいですが、危ない、落ちるところで、ここら辺で、わあ、すごいすごい、渋滞渋滞渋滞、やばいやばいやばい。ということで、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。なかなか後半の方になってきたんじゃないでしょうか。世界記録が期待されるトリッピーさんの今の記録はこちら！じゃじゃん！じゃあね！また次のトリッピーでお会いしましょう。